オクトパストラベラー大陸の覇者バージョン 3.0.0 から始まるサイドソリスティアをご紹介します。新たな物語の舞台はオクトパストラベラー2のソリスティア大陸。物語の主人公旅人セイルと共に新たな仲間、新たな成長要素、新たなシステムが皆さんを新たな冒険へと誘います。この新しい物語は今から大陸の覇者を始めた人でもすぐに進めることが可能です。サイドソリスティアではあなたはメインストーリーの主人公セイルとしてプレイすることになります。セイルを取り巻くさまざまな謎を解き明かしながらオクトパストラベラー2で登場したキャラクターたちと出会い成長していく物語です。ソリスティアでは昼夜の切り替えができゲームプレイが変化していきます。昼夜で変わるフィールドコマンド、街で出会う人々、エネミーなどさまざまな変化が冒険の幅をさらに広げることでしょう。サイドクエストやメインストーリーを解き明かす鍵となるキークエストも昼夜の切り替えが必要になることもあります。街の雰囲気や音楽もオクトパストラベラー2の体験を再現しています。新たに追加された成長要素、灯火の加護と創世の指輪をご紹介します。灯火の加護は今までのキャラクターの育成軸とは異なる新たな成長要素です。自分好みにパラメーターを上げたり、新たなバトルアビリティやサポートアビリティを習得するなど、これまで育ててきたキャラクターの可能性をさらに広げてくれる要素です。ただし育成するために使えるコストは上限があるため、そのキャラクターに適した性能を上げるようにしましょう。灯火の加護の対象キャラクターは随時追加予定です。今後のアップデートもお見逃しなく。創世の指輪は冒険を進めることで指輪が成長し、旅団全体のステータスをアップさせたり、さまざまなアイテムを入手できるシステムです。入手できるアイテムの中には貴重な素材や主人公セイルをクラスアップさせることができるものも含まれます。サイドソリスティア、サイドオルステラ、またトラベラーストーリーの進行など各物語を進めることで指輪の力は高まっていきます。物語の進行に困ったら参考にしてみてください。今回のアップデートで追加されるサイドソリスティアを遊ぶためにはオルステラのメインストーリーである富、権力、名声を極めし者のいずれか一章をクリアし、フィールドへ出る必要があります。条件をクリアした後、ゲーム内の切り替えボタンかタイトル画面でそれぞれの世界を行き来することができます。オルステラとソリスティアの世界の切り替えをした場合、オルステラでの冒険の状態はそのまま保持されることになるため、いつでもオルステラに戻って冒険の続きを楽しむことができます。またキャラクターやルビーも2つの世界で共通して使用が可能です。ですが武器、防具などの一部のアイテムやパーティー編成は世界ごとに管理されています。ご注意ください。バージョン 3.0.0 ではニューデルスタと周辺のマップが追加となります。物語の進行とともに今後のアップデートで続々追加されていきますので、どうぞお楽しみに。主人公セイルと歩む新たな大陸での旅、どんな出会いや運命が待ち受けているのか、それは皆さんの目でお確かめください。オクトパストラベラー大陸の覇者大型アップデートサイドソリスティアは2023年6月22日配信予定。旅立とう、運命の物語へ。